止めインターチェンジ側からの止め中田交差点宮城県北高速幹線道路は宮城県栗原市の国道4号、月立てバイパス付近を起点と市道県止め市の三陸自動車道止めインターチェンジに至る総延長2 4トルの地域高、規格道路である主要地方道月立て止め線の別線として整備が進められている2011年11月24日 一気区間の宮城県栗原市付立萩沢かくらから道県留市、波間町北方までの 8.9km 区間が一種三級の自動車専用道路として当面上り線を利用した暫定2車線で開通した案内標識は青色タイプが設置されている若柳南 IC から留市波間町北方までの 1.9km 間が 同年6月28日に先行開通していた。当初、先行区間の開通は同年3月17日であったが、東日本大震災の影響で延期されていた。なお、残りの区間である、かくら IC から和歌柳南 IC までの 7.0km 間は、当初予定通り2011年内の開通に間に合った。同年11月21日、東道路を 東日本大震災の復興支援道路都市2期区間約 4.7km が2011年度第3次補正予算にて事業化された。3期区間及び4期区間は2013年度に事業化された。2期区間が2018年12月25日に、4期区間が2019年6月9日に、それぞれ開通。 事業中区間は3期区間が2021年度開通予定となっている。また、東北道との交点にインターチェンジを設置する検討が進められ、2018年8月10日には国土交通省から連結許可を受けた。着工や運用開始の時期は未定。一期区間二期区間2011年11月21日、登米市中田町石森から、 富士市中田町、浅水の約 4.7km 区間が新規事業化された。なお2基区間終点より、富士インターチェンジまでの 500m 区間は、すでに一般道として整備済みである。当初の計画では、第1種第3級の自動車専用道路であったが、後期短縮、事業費圧縮のため、第3種、第2級に道路規格の格下げをし、規格上は、 一般道路に変更した。ただし、本線は、森土構造の完成に車線、両側に速道を設置して歩行者、軽車両を本線から排除し、事実上の自動車専用道路として供用している。3期区間4期区間2019年6月9日に開通した。国道398号北方バイパス国道398号北方バイパスは2001年7月に、 一般道として強用された。一部が東道路と重複する区間であるが、新たに専用部を建設するかについては未定である。当面、言動活用になる。ありがとうございます。